寿春長篠での勝利により小田原城の包囲にほころびが生じた。豪を煮やした平の清盛が包囲軍を割いてそれぞれの地に差し向けたのである。今こそ好機。竹中半兵衛はすかさず進軍の指示を出した。小田原城を解放すれば過去は大きく変わる。新たな道が開ける。絶望に閉ざされた未来に光が差し始めていた。芝生さんと馬長さんが頑張ってくれたみたいだね。敵の注意がそれて小田原城の包囲はだいぶ薄くなってる。とはいえ包囲は続いている。小田原城の危機的状況は変わりない。そこを何とかするのがわしらの役目よ。ここからの力仕事は任せてもらおうか。包囲には島津が参加しているか噂には聞いていたが、本当に妖魔に協力しているとはな。この戦い、橘が出るぞ。あの戦屋に真意を正す。橘に続け。世界から勝利を戦い取るのだ。包囲はまだ熱いけど穴は開けられる。まずはお城のお姫様たちと合流しよう。その後は城を守りつつ清盛を倒せばいいかな。馬長さんと芝生さんの頑張りに応えよう。じゃあ皆さんよろしく。若田様の留守を預かってるんだから。小田原城は絶対守ってみせる。まだ諦めないなんてけなげね。そういう人見るといじめたくなっちゃう。そろそろ限界かな。まだまだ天下無双の剣をなめるなよ。よくできました。申し分ない働きだ。ごと噛み砕いてくれよ。やっ はい受かります。これぐらいにしといてやる。敵将払い立て祭りました。はい受かります。カイ来てくれたの。いや当たり前でしょ。私たち友達なんだから。小田原城もみんなも私が守ってみせる。はい、お待ちしてました。はっはっやっはいやば、私、やっちゃった。やっやっはいやむを得ませぬ。お受けいたしましょう。ちょっと厳しいかな。ねえカイ、あんた休養期でしょ。諦めちゃダメよ絶対。すごい。負けらんない。姫様。
離れた後どうされたかと。ここに置いてもらっていたの。だから前にも小田原城には感謝してる。どっちも絶対に守らなきゃ。姫様を助けていただいた恩、私も返さねばなりませんな。ここを守る。お客様や小太郎が帰ってくる場所だから。あれあれって半兵衛さんたち。あっちを放っておくとまずいかな。残念だけど武蔵さんとはお別れね。援軍は、援軍はまだかよ。はい、注目。お城は私がもらっちゃいました。小田原城は親方様のもの。あんたなんかに渡せるか。すごいのね、かぐや。負けておれん。我が軍も続くぞ。ここまでかよ。差し込み申す。西の守りを崩したか。ではとどめを刺すとしよう。可愛くて強い。まるで私みたい。はい、よくできました。君ならやれると分かってたよ。いや、もう必死すぎ。だから引っかかっちゃうのよ。仕方ないな。受け狙って。
たすごいわね。続くぞ。これは眩しいほどの武だな。夏の太陽のごとくだ。勇者がいるかも。むしろに勝ち目はない。戦の爆死も不利な方が面白い。したことが対局を見誤ったか。はあ、これで一安心ね、親方様。もういつ帰ってきても大丈夫なんですよ。皆様のお力があればこそ。援軍に来てくれてありがとう。おかげで親方様の留守を守ることができたわ。その未来から来たとかちょっと信じられないけど。わしは信じよう。そのような手札が人にあるなら、妖者との戦は面白い博打になる。ま、百聞は一見にしかずって言うし、かぐやさん、お願い。
かぐや。人間とは不思議なものだろう。脆いように見えて存外強い。決して希望を失わず何度でも立ち上がる。私は確信している。かの幼者は必ず人界の強者によって滅ぼされるだろうと。小田原城を救い戦力は増した。だがかの幼者を討たぬ限り未来はない。そこでこれより貴公らには幼者討滅の方策を探る手助けをしてもらう。芝生将軍らは私と共に主天童子なる存在を追ってもらいたい。おそらくかの主天童子こそが幼者討滅の方法を解き明かす鍵となる。安兵衛将軍らにはダッキを追跡してもらう。ダッキはこの世界の成り立ちから立ち会ってきたものだ。奴を捕らえれば有力な情報を得られよう。そして馬長将軍、貴公らには平の清盛を追ってもらいたい。かの者は邪法によって多くの人間を操っている。我らの行動が妨害されぬよう、そして邪法を砕き味方を増やすよう期待する。では少々よろしく頼む。咲き誇れ誇り高き勝利。面白いものを見つけた。さあ、これ